はい、ということで今回は任天堂ラボトイコンさんのドライブキットの釣りトイコン釣りトイコンじゃないよ はい、こんにちは。バーチャンネル前原です。はい、今日はですね、任天堂ラボのトイコンゼロさんドライブキットの続きをやっていきましょうね。うん、前回この車トイコン作りましたね。うん、すごい良かったね、これね、うん。で、今回作るのは潜水艦トイコン。はい、潜水艦トイコンですね。うん、潜水艦は60から120分、1時間から2時間かかるみたいなんで、頑張って作っていきましょう。はい、はい、そんなわけで潜水艦トイコン完成しましたね。はい、じゃあこれから完成の儀式やっていきましょう。はい、はい、できました。イエーイ。さあ、いいよ、早速遊ぼう。3、2、1、完成のロケット宇宙ゲーよし、で早速差し込んどくね。あら、海になってる。ほんとだね。おお、できた。あ、ペダルで進んでる感じ？うん。これどうやって潜るの？おー！あ、これでね、これで、こう深く潜ってったりできるよね。そう。逆に回すと上に上がるの？あ、そうだね。なるほど、なるほど。これで、それであれだ。この、傾き加減によって、あれそう、あ、ちょっと押してよ。進むわ。これだから、こうやったりすると右に曲がったり、こうやったりすると左に曲がったりする。そうそうそう、面白い。おお、面白い面白い。宝箱見つけぞ。宝箱はあるの、うん、もっと深く潜らないといけないんじゃない。では。おお、すごい。お、なんか岩がある。あれ。全然なんか岩なんか当てんじゃない。あ、ここにボタンがあるんだよね。この部分にボタンがあるので、これボタン押してみて。あ、なんか出てる。ハンドが出てるよ。ちょっとさ。そう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 。おお、これで破壊するんだ。お、なんか、あ、なんかある、あそこにほら。宝箱。あったあったあった。あ、ダメなんだ。鍵が必要なんじゃない、もしかして。ああ。もう穴がないよ。あら？え？ビーチの旗探し、ビーチエリアにあ、これでよかったんだ。なるほどね。あ、じゃあこれを集めてって、あれなんだ。やってってことなんだね。あの、クリアすると宝箱もらえるってことか。このな、ゴルフみたいなの何なんだろう。確かにこれは不思議だね。はい、ではですね、これからラリーで遊んでいきたいなと思いますね。はい、この潜水コースってとこでやりましょう。うん、はい、まずは車スタートみたいなね。うん、さあ頑張って。おお。あの、どうやらゲートを10個くぐんないといけないみたいね。さあ1個くぐった。2個目はあそこにあるけど。よし、車で行ける。お、車で行けるの？行くぞ。ちょっと、なんとかギリギリ。どうなの？行ける？行った。行けた。あ、左にあった。で、ここは潜水艦に切り替えだね。あー、入んない。よし。入ります。おお。どっちにあるんだろう。潜んないとわかんないじゃない？潜ったところにあるとかあるのかな？あるかもね。壁に向かって進む。おお。矢印は確かに左になってた。お、あるかな。あった。あった、ゲートあった。あんなところに。あと24秒。間に合うか。エイジング間に合うか。19秒。あったぞ、あったあった。お、くぐれそう。くぐった。よし。お、まだ左ってなってる。上、今度は上だ。こんな風に行くんだね。そういうことだね。上。上。あった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 。ここで切り替えて。車来た。車登れるか。うわ、まだそれが使えない。お、いけたいけた。あ、だけど、あ、落ちた。よ
やばい、残り。これはチャンス。この後パパもやるから。チャンス。おお、通れるのか。あー、よーした。うわー。これはどうやら。削る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 。素で。あー。よし、じゃあ今度パパやりましょう。いい。あ、ちょ、これタイムロス痛い。行け。どれ。危ない、危なかった。これ30秒。こっちね、こっち、こっちにあるのね。完全に僕を参考にしております。ごめんね。はい、あー、しまった。これは痛い。よっしゃ、ロスったロスった。ロスったってことはないですから。あ、やばいやばいやばい。よし、僕よりも短い。OK、よし。そしたら切り替え、切り替え、ちょっと、よし。はい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 。で、なんて言ってもパパね。あ、ちょ、逆いや、ロスった、またロスった。逆向きに走って。ちょっとそろそろこれ、向き変えた方がいいんじゃないかな。うわ、やばい、間に合うかな。20秒もあれば間に合うはず。これを間に合うな。間に合った。よし。はい、移動して。ここ上に上がれってのはきついもんがあるね。はい。さあ、これで。ちょっと、早く。やれ、僕よりも多い。さあ、ここは焦らずに、ゆっくり行くことが大切。行った。そしてここは下だって。下行け。ジャーンプの潜水艦は必要なのかな。パラシュートになってたけど、あったやばい、負ける。どうぞ、もう負けてる。ちょ焦らずに行こう。じゃあ5個目もくぐれるか。くぐれそう。くぐれてしまった。よし。で、次が逆逆逆逆逆逆本当に矢印出てないもん。ロスった。あった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 。これは難しい。次も車です。フルパワー。あったあった。あれか。うわー、届くかな。早い早い。はい切り替え。忙しい。ちょっと待って、間に合うか。どこにあんの。あそこ。あ、まさかの。あ、いけ。おお、次は。ちょっと待って、次どこ、次がわからない。次どこ、次のヒントがない。あっち。ヒントあった。あっち、ちょっと。はい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 。頑張れ。こういう忙しい。恐竜がいた。逆。9、8、7、ここで6、終わってしまったか。4、あ、ダメ、上っぽい。2、1。あー、ゼロ。あー、でも面白かった。うん。あー、こんな感じでいろんなとこ行かなきゃいけないのね。これいける？相当慣れてない。あ、下にあった。時間切れでもなぜか行ける。なるほどね。面白いね。はい、ということで今回は任天堂ラボトイコンさんのドライブキットの釣りトイコンで。釣りトイコンじゃないトイコンで遊んでみましたね。操作はちょっと難しいね。操作は難しいけど、慣れればできるのかなって感じしましたね。あと、ドライブ、このドライブでマップいろんなとこ行かないと、あのね、あのいろんなゲームが解放されない、ラリーとかが解放されないので、まあ、次は、飛行機トイコン作ろうと思ってますんで、最後だけどね、それの時にはできれば全部解放して、
いろんなゲームができるようになってればいいなと思います。あ、そういえばもう一個これを作ればパパが後ろで射的することもできるんだよね飛行機で。ごめん、さっきのスニットイコン面白すぎて。スニットイコン、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつものところ出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくねということで今回は以上でございます。バイバーイ。釣りトイコン。